種へ寺は、千葉県千葉市にある浄土宗の寺院。光明山、里島どいんだねえ寺。1558年12月1日、千葉爪種の孫、竹石三郎種への抜損である雲現象人が、祖先、種への菩提のため建立した。歴代住職は、以下の通り。上野遠いぼとり地蔵水子地蔵水子地蔵本堂、側面地門を入ると、 左手に戸塚廃用神竜に関する説明版がある。戸塚用神竜祖、戸塚彦助英春、二代、彦九郎美の墓があることが記載されている。千葉市の家門が掘られた城野塔があり、2100坪ある境内には左手に墓地を廃し右手には小さな御堂の中に地蔵が鎮座している。足元には塩が盛られており、 この塩でイボを撫でるとイボが取れるとされていて、治ったら、お礼に塩を備えるという信仰がある。その前には、赤い毛糸で編まれた帽子をかぶった水子地蔵が、並んでいる。正面の本堂には、千葉市の家紋付き星紋が刻まれている。養神流従術は、非全国の医師、三浦養神を解祖とし、幕末に、戸塚彦衛門秀澄とその子、戸塚彦助英春が流派を起こした。 英春は戸塚廃王神流の祖として、柔術界を風靡し、明治維新の蔡水野家が、数崎熊に移ったことを機に、千葉に転居し、明治18年には、千葉県柔道師範になった。翌明治19年に他界した。英春の子、彦告英美は、千葉市通り町に道場を開き、柔道の普及に努めた。明治36年第二本部特会から、 最初の柔道藩士の称号を受け、明治41年に没した。1943年8月27日、千葉県指定史跡に指定された。ありがとうございます。